多発エリアです。ちょ、あっちゃんです。今ファミマから出てきたところです。スライシーズ売っとったんで買ってんけどファミマでも入り口におった人にこうやって「あっちゃん」とか「おい」って言うから「いつもこう来んの?」って言うから「けえへんよ通りがかりですよ」って言って「で なんかまたネタ仕入れ?」とか言われてさチーズ買いに行ってんで「チーズがどこでも買えんのに」って言われた。エヴァグリーンとラム行ってきて、でどっちの店でも買うの忘れて言ったら「あっちゃんらしい」って言われました。はい、みんなのよくご存知、はい、もうほんまにね、あのね最近よく声かけられて、まあ、嬉しい意味やけどね、うん、夢に慣れたなと。あのまああのね、有名人になりたいわっていう夢が叶ったんだけどもとほんまにないもんねはいいけどね、うん、なんかあのね、ほんまにこんな話あれやけど、あの昔ねアイドルになりたかったのアイドルになってね、え街中でキャーキャー言われて嬉しいなって思ってたんで、バイクでレースしてた頃ね、後輩がサーキットに見に来てて、あっちゃんレースやってんの、まあ、バレたって言ったら、後輩にサインしてとか言われて、ちょっとそんな気分になって嬉しかったけど、でもレースバイクのレースなんかそんなあのメジャーレースじゃないやん、ちっちゃいレースやん、だから知っとる人は知ってるけどみたいなレベルやから、そんなね全然知らん人からあっちゃんとか言って、これあっちゃんとは言わへんけど、中村選手って中村選手言わへんかまあね、中村選手って声かけられることないやん。全日本とか出とったら別やけど、そんな買ったからっつって本に載るわけでもなく、今みたいにインターネットがあるから、なかった時代やから、そんなねネット映像とかであっちゃんが出てくるわけじゃないから、うん、だからそんなに、ね、声かけられへんけど、まあ後輩、知らん後輩から「中村先輩レースやってるんですか、サインください」とか「また次のレース見に行きます」とか言われたり、そんなんあったんやけどもね、とかねはちょっとそのアイドルに近づいた気分やったけど、最近マジで知らん人から声かけられて、ある意味嬉しいねんけど、いや声かけてね、あのもし見つけたら喜ぶから、あっちゃんもそうじゃなく、逆に声かけられやんとこっそり見られてんのすごい恥ずかしいなって、ようよう考えたらさ、うーってこうやって、でも癖で声ねんけど、でどのお魚がいいかなって、目が澄んだお魚とか言って、真剣な目でお魚を吟味してんねんね、その姿をね、ちょっと客観的に自分を見たとして、それ見られたら恥ずかしいなって、逆に声か早めに声かけてもらった方がいいなってね、写真撮ってって言われて、どこだろう、全然 OK やねんけどね、声かけてくれて写真撮ってくれないけど、声かけやんと思って写真撮られたらさ、青いなら顔で写真撮られて恥ずかしいやんか何をアイドルぶったこと言ったねって。でもそれぐらいのレベルで、ね、レベルとかそれぐらいのペースで声かけられるようになってきたから、ちょっとワオワオな感じでね今日だからラムで2人って、まあ1人はメイクやったけど、とファミマで1人声かけられる、今日3人声かけられて、時々エヴァでも声かけられるし、やねんけどね、とか、ジャパンとか最近ね、あっこ行かへんから、開放倉庫行かへんだけど、開放倉庫でもしょっちゅう声かけるあーってなって、気をつけよう、いつも顔作ったろね、
変訴訟か余計怪しいって、これだよ、口大口開けてあーって見せたとこ写真とか撮れて恥ずかしいなほんま気ぃつけなくて、まあそんなね、あの自意識過剰になるほどのもんでもないけど、見出しなみは気をつけないといけないわね今日もすっぴんやけど、別にすっぴんとかどうでもいいねんけどね、一番恥ずかしいのって変な顔してる時とか変なことしてる時、キャベツを買う時さ、キャベツの重さ測ってたらかっこ悪いでもう一回ってことは比べるこれ重いみたいな、ちょっと恥ずかしいか、そんなこと見られたらとかね、お金足らんかって返品してるところとか見られたら恥ずかしいやん、そんなことめったにないけど、ペイペイチャージしようかな、使いすぎちゃった、 GPS を受信しました。あかんねんけどな、ここほんまここ来たね、歌なのな私チーちゃん
加えたら今日はもうあれね、雑賀崎夜市になってるから8時やから、子供5時ぐらいに子供帰ってくるんだよ。なら5時、6時とかやったら2時間で行けるから、渋滞考えたらもうちょっと早く行ったからけど行けるよね。わしたそうやな、市場市か、うわ難しいな、どうしようかな、やばいな。いやー、我々毎日ね、寝るみたいなところどうしようかな。スコー、ビター、俺苦いな、これ、マジで。マジでビター。信号無視して向かえます。
たいな、帰ってきた寒い。先輩話しとってたら、病院宇田は涼しい、朝晩寒いね。窓を開けるどころか、まだ冬はもこぱじゃない。今日の中ね、土曜日に上がったお弁当動画見てもらったら分かると思うけど、ふわもこパジャマやねん、寒くて。よくね、あんまあったかくて長 T シャツの時もあるんやけども、ふわもこパジャマやねんね。で、間違えても窓なんか開けたら風邪ひいちゃうぐらい寒いねん。朝なんかめっちゃ寒いね。子供も朝寒い寒いって言うね。布団から出えんぐらい寒いって言うね。で、けども入院病院行ったらね、宇田のしてんだけど、病院暑いらしいわ。で、エアコンしんどいから窓開けて寝てるらしいねんけど、暑いねんって。で、さっき桜井でおった、みっこちゃんね、も言ってたんけど、暑いって言ってたよ。宇田はね、そんな暑くないねん。美味しいやつはやっか。ファイブちょっと大きな迫力あるな。首でまた頭痛してきた。CX5 かな。こうね、ほぼほぼ決定じゃない。ほぼほぼ今のところ CX5 がね、こうで前後規模いいな。で、綺麗よな。久々のディーゼルエンジン、キャラバン以来のディーゼルエンジン。CX8 か。今日のチャンネルはこの辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。